こんにちは。こんにちは。モンストの時間です。うっす。今日は劇場のキラークイーン、ハートの女王に、この人ですね、うん。劇場のキラークイーン。スタミナがない。はい。消費したな。さてはお主消費したな。消費しましたね。というわけですいません、よろしくお願いします。どうぞ。キャプテンマミルが貼っております。本当だ。キャプテン何なんですかこれは。キャプテンウソップ。ああ、そんな今ハマってんの。そうそうそう。名前飽きちゃって、まみる先生に。本当なんか僕適当に変えちゃいました。名前変えたことない、一回も。いいっすよ。スタート。僕、水だとね、あのアンチ重力バリアのやつそんなにいないんだよね。クイバタとティガ。他にね、いないんだよ。いるけど、あの、なんだっけ、エンシェントリドラとオルガしかおらん。うん、あの、HP 低いから。HP 両方低いんだよ。僕オルガとかすごい信頼してるからね。可愛いっすね。可愛いっす、うん。あれもう来ないんじゃないですか、あれ。来ないあれね、もう一回期間限定。そう、もう一回ね、僕来てほしいんですよ。なんで？ラックがね、7とか中途半端なの。僕偶数にしないって絶対嫌なんですよ。またはキリのいい奇数。その運はラックを上げたいとかじゃなくて、うん、キリのいい数字に攻めてさせてあげたいんですよ。なるほど。7とか7だから好きな人もいるかもしれないけど、僕は嫌なの。うん。せめて10とかさ、それまでいかなくても8とかにさせてあげてほしい。背広がり、うん、あいつすごい使うからさ、あアーサ強い。オーケー、アーサ強いな。どこにでも連れて行きたくなる。いいっすね。あのワープとか変なのが出なければ、ね、むしろ出てもいけんじゃない。やつに当てさえすればレーザーは出るし。まあそうっすね。で僕もね、アーサー持ってるけど、まだ育てられてないんだな。神化の素材は揃った。バッチリっす。安心してください。それは揃いました。よっしゃ。アーサーね。アーサー。カメとね、タスがね、まだなんですよね。カメさえいねえ。ハートを回収してしまった。こいつらハートの女王だからハート出やすいとかないんですかね。そういうのやってほしいですよね、うん、ダメージ多いけどハートも出やすい。ポンポンハート出してくんないかな。よし、うわっ気持ち SS 貯めます。貯めましょうか。いいっすよ。まあ僕の2体の SS なんてあれだがな。ランドとビーム、うん、まだクイバタの方が使えるんじゃないか説。いやそんなことはない。ティーガーのレーザーは、ティーガーのねレーザー情報修正されてほしい。されてほしいね、うん、ここにレーザーだけになったけど強いやつおるからな一体。アーサー、あのレーザーめっちゃ強い。あれ強いよね。エクスカリバーあれ強いよね。あれ強い。あこれ、あだもうダメですね。行きましょう。あビームだけでは倒せない。そうなんだ。あ、そうかそうか、直殴りじゃないとあいつあんなダメージ出ないんですね、うん、そっかそっか。もう一周ぐらいしときます。もう一周ぐらいしときます。しときましょうか、うん、はい。なんかあの、ま、負けやすい、あのボス1ステージ目を、あの負けやすい負けやすい。ハード出てきた。ありがたいですね、うん。セーフ。これさ僕思うんだけど、あの貫通であいつ止まるときさ、うん、あこれもう無理だ、異様に止まんない、うん、まだボヨンボヨンで反射のときの方がいける気がする、うん、これもう諦めて取ってって言っていいっすか、うん、雷やばい。外がね今ねこれやむのかな。どうでしょう。 なんか夕立なんか瞬間的なやつであってほしい、うん。最近雨多いっすか。あれあれなんですけど、もうずっとまだ先まで続くんでしょ。え、どういうことですか。秋雨前線みたいな、なんか雲めっちゃ長いんでしょあれ。へえ。秋雨前線って言わない、なんて言うんですか。秋雨前線って昨日どっかで言った。パチョさんじゃない、パナエさんが言ってた。秋雨前線。パナエさん、あの天気にはすごい詳しいらしい。あ、そうなんですか、うん。え、すごい詳しいってどういう意味で。あの今日の天気どうってパナさんに聞いたら、うん、なんかあの
今日は、何パーセントの何時間、何時間そのさ、2人ともさ、2人とも一応声真似して言うのやめませんどっちがどっち、うん、なんで、そんなチェックしてるってことなんですか、それは。しかもその理由、今日の雨は秋雨前線だからどうとか、すごく詳しいらしい。気象予報士かなんかなんですか好きらしいです。好きなの、うん、好きとかあるんだ、むしろ好きもよくわかんないけど僕は今、秋雨前線来てますからねって言ってた面白いな、本当、復活しますね、うん、まあいいよ、ほんと面白い人いっぱいおるよな、うん、いいキャラしますよね、うん、これはボスじゃないですか、言うてこれまだボスじゃない、うん、そうなんです、復活される前に倒し、あ、いや結構ダメージ痛いですね、うん、このままいったら押すかな、よっしゃ、 SS たまるな、よっしゃ、こいつら倒してっか、カン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 、うん、倒して蹴って倒せ倒せ、あーやつにも当たんない、行かない。私が行ってあげる。ビーム？ビーム？あ、もう直殴り？剣取って。剣取って直殴りで倒せるかな。これうまくはまんないの、この盾の間にさ。シールド、やってみていい。やってみていい。うん、おお。あ、でもそんなでもなかった。うん、割とすごい SS 打ちたいんですけどちょっとでもこれいい位置にキーがいるから、うん、そうっすね、反射レーザーでグワッと、うん、おーおーおーしないか、あ、まあまあ削る、かなりいきました、うん、しゃあない、雑魚は毎回倒せた方がいいです、ね、無視してると火ダメやばい、うん、そうなんですよ、うん、あ、もうちょっともうちょっと倒せばいいかしらなナイスナイスナイス、オッケー、ナイス、いいえ、私はハートを育てないのかこれで倒せるか、倒した、オッケー、うん、怖えな、こいつ、うん、わらわの言うこと、進化前のが可愛いですね、このパンクの感じ、なんでこんなになっちゃったんだろうね、反発から来るやつなんですかね割とグレるんですね、グレるんですかね、うん、そいつね、パンクの女の子だってあの持っていませんでした、ガーゴイルの神化のなんかガーゴイルパンクみたいな、あれ女の子の女性なるんでしたっけ、マジで、うん、そうだっけ、全然覚えてないけど、結構似てる、マジで、今日姉妹姉妹設定、いやすごいレーザー打ちたいあ、でもこれ何ターンたまんのこいつ、25か、長えな、長い、また、いや、雑魚とか多いタイミングで一緒に葬った方がいいかな、 OK、 大きいハート出たぞ、 OK、 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 よし、よし、OK、次ボス、あれ復活でしょ、確か、オッケー、あー、ハート取りたくないな、まあ取ってもしゃあないで、このボヨンボヨン倒す、倒せるのが彼女しかいないからな、ね、うまい、うまい、超ギリ超ギリ、うめえ、これ育つよね、ここで、いやー、一人取れんのかこれちょっと不安、取れるこれ、上がりそう、どういきます、上からもよくわかんないけど、うん、下からも運任せで怖えんだけど、割とね、
下から行っていい、行きます。キャーキャー、耐えろ、耐えたー。おい、あと4150だったんだ。危なかった、だいぶ危ない。ご迷惑おかけいたしました、ご心配と。これあと1ターンか。この1ターンで倒せたら復活されない。倒せって話だな。倒せるでしょ。でもいいよ、これもあるし、よし。で、ギリギリそれも取ってけ。よし、順調、順調。ラストステージ。あ、もう次ラストですか。もう SS ブッパで頑張りましょう。 SS ブッパでわかりました。ボヨンボヨンが多い。あ、なるほどちょっともったいない気もせんでもない。こうボヨンボヨン多めに。そうっすね、うん、多分倒せるしね、うん、OK そこか。シールド壊すか先に。おお、あ、そっち壊れる。これでビームを撃ちます。はい、いいとこに、うん、まあいいや、うん、お願いします。来ます。伝説の加護のもとに聖剣めくっかります。そうそうそう、あー、まあ100万。いやでもあれで打って100万ってすごくないか。すごい。今僕 T がやってやろうか、むしろここで比較してやろうか。結構悲しいことになるぜ今やつ怒ってる状態だけど、うん、それでも全然勝てないと思うからね。力の糧となれ。あ、でもビームも出しましたね今。あれアーサーかなこれなんかあれですね、非常に、うん、ちょっと順番的によろしくね。ですね、うん。ただこのブヨンブヨンの処理は絶対にした方が良さそう。そうだよね、そうだよね、痛いもんね、うん、で次いい位置に、うんうん、いいんじゃないですか、okay、すげえいいと思う。で、クイバタもちゃんと有効活用させて。ありがとう。参りまーす。テイス。おー、十分、うん、ちょっと下だったけどね。キャー、キャー、 T が仕事した。ナイス。次復活するけど SS はそんなにダメージ食らわない、うん、と思います。これさ、下行きたいんだけど当たるよねこいつ。当たんないかな。当たんなさそう。打ってみますよ、うん、えい、よーし、勝っただろ。あ、よーし、勝った。しかも今最後アプリの鳴き声聞こえませんでした。え、嘘、ピュ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 って言った。お前らいつもうるせえんだよ声かぶせんじゃねえよかわいそうだな、うん、そして濃厚。イエーイイエーイ、見たい、落ちたー、しゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。進化前かわいい。しかもなんかキャーやめてーみたいな待ってますねでもこっちに手置いてるからなんか、あ、いや、撃つ、あ、返事はみたいな結局女王様じゃねえかへえ、劇場のキラークイーン、うん、ゲットしました。そしてたまらない、うん、はいはい。で、これ進化後、通常進化ですね、劇場パンク。パンクってもう言ってるもんね、うん、ハートの女王、バランス型、アビリティは幻獣キラー M、うん、うん、幻獣って誰、フェンリルとかとかですね。だよね。でストライクショットがこれ狙いすぎですね、名前が、うん、ゴッセイブザクイーンですね。これパンクだったら多分皆さんクスイートされることでしょう。ゴッセイブザクイーンですね、有名な、はい、とても有名です。ネタ感ありすぎ。うん、でクロスレーザー L、 どうなんですかねこれはまあなんか幻獣キラー M が活かせればいいんですかね、うん、ただアビリティこれしかついてなくて非常になんともただ、うん、あの S 島さんがですね、あの、なんですか、よく言ってる気がするんですけど、降臨キャラでキラー持ちは何かと使えるとこあるから、あ、特化してる、育てておいた方がいいっすよみたいなことを言われた気がしますよ。なるほど。だから、あの、なんだっけ、前のさ、誰かでも
アスタロトアスタロトとかもそうだし、あとなんかすげえ昔のキャラとかでもなんか、ファイヤードラゴン、あ、そう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 、ね、あのティアマトとかですよね、うん、そう使うとこあるから育てないとダメっすよって言われて、うん、塔で使ってましたね、ね、うん、もう一個はもう一個、うん、あ、ここまだあんのか、神か、神かの方ね、はい、こっち可愛い、絶対断罪なんかある気がする、それもこっちすごいじゃないですか、アンチ重力バリアでゲージで厳重キラー、うん、まあ素になりましたがゲージでキラーついてて、でステータス攻撃力はちょっと低めかな、厳重キラー活かしましょう、ストライクショットはスピードとパワーがアップ、確かなんかこのキャラが進化前、ちょっと見てください、進化前が、うん、あの多数が触れないんですよ、え、進化前ハートの女王がってこと、ほら多数が触れないからタスキャッチできないの、めんどくさい何かサディスティックハート、うん、お虫が、しかも進化前こいつ貫通なんだ、というね、なるほど、うん、というわけでございました、うん、はい、まあ、勝ててよかった、そうですね、うん、無事勝ててよかった、次何かあるときまでに私ちょっとアーサー育ててこようかなと思います、 お願いします、はい、ここになんかヨルムンガンドいるのがちょっと面白い、ね、うん、使った、使うよヨルムンガンドヘビロテ、ヘビローテーションですよ、ヨルムンガンドと、ヨルムンガンドのラックはまだ55、あ、すごい、これ塔来た時に塔ブンバーソンが早いですよね、そうなの、あの塔でポコポコ落ちるか、出てくるっけこいつ、うん、めっちゃ簡単なところで、えスルーしちゃった、そんなの塔の何階やったかな、15階までのところがこういうイベント出てきてますよね、間で、うんうん、ヨルムンガンド出てくんだ、マジか、普通のクエイクスト行くより簡単やからそこでも集めといた、僕ね、ヨルムンガンドとあとオルがいないとイザナミいけないからさ、こいつらいないと神キラー、神キラー、まあ いやちょっと話は変わりました、というわけで今回は、はい、彼女なんだっけ、劇場のなんとかでございました、キラークイーンでございました、というわけでありがとうございました、ありがとうございました、さあニューヨークがやられてる、大変だ、シンガポールが、何が起こったんだ、これは凶悪なウイルスの仕業です、なんだと、やばい、地球全体に広がっていくぞ、映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな、アクセーリアー、俺に任せろ、主演マックス村井、人工知能にはインストール完了、マミルト、マックス頑張って、歌う生徒会長スプリングマン、そして野郎ども、全力で悪に立ち向かい、地球を救え！じいちゃん、ばあちゃん、赤ちゃん、まーちゃん、みんなで一緒に行ってきます！マックス・ザ・ムービー！赤いサイバーロード！ついに映画化ということで、私たちは皆様と一緒にこの映画を完成させたいと考えています。この映画は完成後このチャンネルで無償公開する予定です。明確なビジネスモデルはありません。インターネットの動画に対して今私たちがどこまでできるのかという挑戦です。私たちはこの映画という挑戦に2000万円の予算と人材を投下する予定です。ですがそれではまだ足りない。もっとこの映画を私たちの想像を超えるものに仕上げたい。そのために皆様の支援を求めています。今回、日本ではまだまだマイナーですが、クラウドファンディングという仕組みを使って皆様からの支援を受けたく考えています。支援するにはこの動画の概要欄のリンクから専用ページに飛んでください。支援いただいた皆様には映画への出演、先行試写会や実際の撮影現場への招待、グッズのプレゼントなど様々な特典を準備しています。一緒に映画を作りましょう。よろしくお願いします。